はい、ゆうすけです。今回は、初めてドラゴンボールディスクロスで遊んできたので、その排出結果を紹介したいと思います。遊んだのがこれですね。はい、遊んだのがドラゴンボールディスクロス05超絶バトル編で、全36種類、キャラクター18種類で、レア4から5、ガージャネンバ、ゴジータ、スーパーサイジン3、孫悟空、ウイス、破壊神ビルス、スーパーサイジンゴッド、孫悟空、レア1が、孫悟空、リクーム、ヤムチャ、サイバイマン、スーパーサイジンゴテンクス、マジンブーアク、で、レア2が、孫悟空、マジュニア、スーパーサイジン、トランクス青年期、メカフリーザ、で、レア3が、セル、完全体、とスーパーサイジンベジータでした。です。はいはい。でディスクロス出た時に結構探したんですよね、あの遊べるお店を。でやっと見つけたのが家から1時間ぐらい車でだったんですけど、たまたま近くのお店行って、はい、見つけたんで、で今回の05超絶バトル編は9月中旬に、はい、発売したばっかだったんで遊んできました。で僕の持ってるのがこの V ジャンプと最強ジャンプかな、確かで、ゲットしたスーパーサイジンゴッドスーパーサイジンのベジータと孫悟空です。はい。で基本的には100円でガチャガチャ回してこのディスクロスが出てきて、裏に QR コードがあるんですけど、それを読み込ませれば無料で遊べるって感じですね。なんで実質ヒーローズみたいな感じですね。100円で1個出てきて1回遊べるみたいな感じですね。はいはい。で排出結果は星1のリクームが2個と、孫悟空と魔人ブーアクと、スーパーサイジンゴテンクスですね。で星2がスーパーサイジントランクス青年期に、孫悟空メカフリーザとマジュニアでした。で星3が出てセル完全体が出ました。はい。で初めてやったんですけど、結構イラストかっこよくて、このディスクロスの形がバラバラでいろんな種類があるんで、なんかおしゃれだなって思いましたね。ただ星1がちょっとなんかあんまり白と黒であんまかっこよくないなって思いました。この星2とか星3はちょっとあのスケルトンなのがかっこいいですよね。はい。でセルの星3なんですけど、これ結構いいんじゃないですかね。多分100円で出るやつで結構いいやつじゃないかなって思います。はい。で、遊んでみた感想なんですけど、なんかドラゴンボールヒーローズって初めてもう何も分かんない状態で始めるとちょっと結構複雑だなって思うんですけど、ディスクロスほんと簡単ですね。ほんと指示通りやって、でなんか相性とかもあるんですけど、対戦相手のそれもなんかここにマークがあるんですけど、これとこれ使うと相性いいよっていうのが画面出るんで、それで読み込まして戦って、あとはまあボタンポチポチ押していくだけなんで、ほんと初めてでも結構遊びやすいなって思いましたね。はい。ただちょっとバトルとかはヒーローズが面白すぎるせいかちょっと退屈でしたね。なんかキャラがなんか実際動くっていうか
絵がポンってあるだけで なんか結構シンプルなんで、ちょっと微妙かなって思ったんですけど、で3対3で対戦して、3回4回勝負するんですよね。で最初の3回が意味わかんなくて、なんか2勝しても2敗してもなんかファイナルバトルとか言って、またバトル始まって、そのバトルで勝つとなんかルーレット始まって、そのドラゴン、それでドラゴンボール当てると、なんかまた別のガチャガチャでディスクロスがもらえるっていう、多分それが星4とか星5なのかなって思うんですけど、その最後のルーレットがちょっとドキドキしますね。はい、2回しか遊んでなくて2回とも外れたんですけど、はい、なんで、時間もそんなかかんないんで、サクサク遊べるんで、はい、楽しかったよ。やっぱ星兄さんのかっこいいっすね。この敵が、敵キャラ好きなんですよね、僕。セルとメカフリーザーみたいな。ちょっとこれ個人的な意見なんですけど、このカチャカチャする音が好きなんですよね、このプラスチックの。あんま傷つくのやりたくないんですけど、この音が好きなんですよね。でちょっとバインダーも買ってきたんで、それ入れてまた遊びたいなと思いますね。で結構買ったんですけど、2回しか遊んでないんで、まだ無料で、はい、たくさん遊べるんで、1回のプレイ時間もそんな長くないんで。で、この裏にある QR コード読み込んで、公式ホームページから会員登録して読み込ませると、またその、ね、ポイントがたまって、そこでルーレットとか、くじ、はい、そこからポイントで、くじが回せるんですよね。で、そのくじで当てると限定のディスクロスみたいなを狙ってるんですけどね。これ全部読み込ませてやったんですけどね、当たんなかったですね。1回のくじが結構ポイント消費するんですけど、はい。はい、で、まあ感想なんですけど、まずイラストかっこよくて、形もいろんな種類があって楽しくて、かっこよくて、このスケルトンがね、かっこいいっていうのと、バトルの後、ファイナルバトル勝利した後のルーレットと、ネットで QR コード読み込んでポイント貯めた後のルーレットがちょっとドキドキするっていう感じですね。で、まだ2回しか遊んでないんで、実際どのぐらいの確率で当たるのか分かんないですけど、ちょっとそれが当たった時どんな気分になるのかっていうのを味わいたいんで、ちょっと頑張ってやろうかなって思ってます。はい。ね。1回のプレイでも時間かかんないですし。で、バインダーも買ったんで たくさん入れて眺めるのも楽しそうですね。はい。というわけで、今回のディスクロス05超絶バトル編の排出結果と、ディスクロスで初めて遊んだ感想でした。ご視聴ありがとうございました。